で寝る、レーザー見る、はい。こちらこんばんは、カリティナビードです。今日のビードは、昨日ね、スターも行ってきて、ライブ行ってきて、今日は、まあ、あれですよね、そのイベントでは歌ってなかったんですよね、今回ね。まさかね、そう、ネタバレになっちゃいますけど、4曲しか、ね、歌ってないので。でこの曲はね、やってくれなかったですけどね。4曲いたらいい、何歌ったかだけでも。そうですね、またあれかな、読めの方でいる、それ読めでいいよかな、うん、そうね、読むときにね。今日は、まあもうね、そう、うちらがね、あのインスタイベントでね、爆買いしたね。爆買いしましたよね。まず、これが通常版のところで、はい、はいはいはいな。で、これトリビュートバンドのカナンバージョン、カナンバージョン、ね、あー、かわいいね、このジャケットはね。で、それが初回版かな、DVD ね。で、この初回版の DVD から運命のルーツでしたっけ、入ってるのがね。そうね、はい。で、空っぽ自体は次のね、日の名残に入るんですよね。みんなもね、まだこれ売ってるはずだからね。はい、どんどんゲットしてください。結構上位でしたね、オリコンね、うん、ね、すごい。コナンの曲っていうのはね、やっぱね、ダメ。これもね、もともとコナンの曲ですね。初代ですね。結構下始まってできちゃった初代ですね。リンダーもね、コナンのこの曲を見てましたら何回も思い出してるんだね、1話から。公式じゃないからあんまり言っちゃうとあれですね、そこは。 YouTube だよ。 YouTube の公式のは2番までしか出てませんから、ね、あのちょっとあんまその辺は慎んでいただいて、あの違法になりますので、ちょっとそこはぜひとも購入していただいて、その2コーラスまで見て、そう、あ、いいと思ったらぜひともね、購入していただいてね、うん、そう、3曲目もね、ちょっと YouTube 無法したいので、その辺はちょっとね、あれしてもらって。まあね、でもね、3曲目もね、相当いいから。でもう一個あれですよね、トリビュートのね、あれからね、この愛に受け付かってもらうドラマティックな曲ですけど、あれをね、コーチャンネルの方で、コーチャンネル歌ってますのでね。そうです。これあとね、そのカップリングもね、いっぱいあのザードの名曲がね、入ってますからね、2曲目は。全部。3曲とも違うんですよ、確か、3枚。今までは3パターンあっても2曲しかなかったんだけど、今回全部その B 面が違う、カバー。ね、これだったら、うん、これ数字はだっけ、あ、それ紹介文じゃない、あの DVD 付き紹介文には、これもクラフト心の2曲入ってて、うん、2曲目なんだっけ、それザードのカバー、はい、アスティブのメンバーだっけ、そう、
っていうのだったから、ああアクティブメンバー、これも名曲ですよ、名バラードです、ね、これが通常版の、うん、あの明日は夢見てと、ああそれもコナンの歌ですもんね、明日は夢見て、ね、それもね明日は夢見ての、うん、あフルバージョンとなんかショートバージョンだね、うん、ね、これのコナン版、コナン版だと、うん、これあのおにぎり入ってない、うん、また別だよね、悲しい句はあなたが好き、まあそれもコナンのねいい歌ですね、もうかなり後期の曲ですけどね、だからぜひとも全部違うからね、今回は高校の、うんTV、あテレビサイズね、うん、でかくて B 面も全部違うから、う今回すごいですよ、3曲ね、だからトリビュートして、ね、ですね、そうこれもすごいですよね、だからまあぜひともね、まあ、私個人としてはサードとしての B 面も作ってほしいですけどね、隠れた名曲って感じで、今まではずっと B 面全部ザードさんのカバーだから、うん、ねそろそろねその B 面の曲サードとしての A 面しかまだないからね、私 B 面好きですから個人的にはね、あ聞いたことない曲があるって言うとね嬉しいですよね、レンドはね A 面ばっかしかどうもないからね、うん、まあ、まだザードさんの曲いっぱいあるからね、150曲以上あるからまだカバーしきれてないからね、トリビュート3までしかないから、だから今、ね、今のトリビュートという本の制作中なのかな、多分ねその日の名残の後にまた出るのかな、わかんないけど ね、 そうね、まあ、その辺も10月のツアーで発表あるかもしれないです ね、 そうですね、なんとトリビュート4を出して出すことになりましたなんていうかもしれないね、それは見たいなですね、ということで、カズチャンネルレーザーがこの1個前の動画で300本に、ね、なりましたから、で残り987人にねちょっとずつね登録していただいてね、で世の中は今サル痘とかが流行りだしちゃって、でコロナも毎日20万全国でね、もう東京は3万前後でいつもやばいな、うん、だから基本の手指消毒、うがい、マスク、ソーシャルディスタンスでワクチンをね、週5回と始まっても人にはつりますっていうね、重症化しなきゃ人にはつってしまうからね、その辺守っていただいて、で詳しいそのサードアンダーグラウンドの、ファンイベントのアイテムとか中身、ネタバレ的なものは次の読み動画の方でね、ちょっとお話したいと思いますからね、うん、だからぜひともこの後も登録した上でご覧いただきたいと思います。それじゃあこの後もよろしくね。ピー。